さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、やってまいりました。この企画、グレイルで5万円分お買い物しました。結構毎シーズン恒例になってきてると思うんですけれども、いつもとてもね、好評をいただいているので、夏服ですね、今回は5万円分購入したので、ドドドンとたくさんあるので、テンポよく紹介していけたらなと思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。じゃーんということで、今回もすごい大きな箱がどんどんと2つ来ました。そして今回もですね、本当にたくさん可愛いものをゲットしましたので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。ちょっと一旦箱はさよならということで、はい、ということで、じゃあまず、じゃあこちらでございます。ファットイリリブキャミソール、カラーがホワイトの、サイズが M サイズです。毎回結構グレイルの購入品でも、こういうシンプルなキャミソールだったりとか、ロンディだったりとか、 T シャツとかをすごく頼むことが多いんですけど、やっぱりこういったシンプルなものとかってすごく使えるんですよ。もう結局こういうのが一番使えたりするんですよね。グレイルさんもご存知の通りプチプラなので、こういったシンプルなものは結構毎回買ってしまいます。名前の通りこんな感じのリブ素材のキャミソールで、しかもパッドがついてるんですね。めちゃくちゃ楽なので、すごいありがたいですよね。ということで、今回またさらにブラックも購入しております。もう安定の2色がいいっていうところですが、しかもこれストラップがね、調節できるようになってるので、そこもすごくありがたいです。やっぱり人によってバストの高さだったりも違うと思うし、調節があるだけで自分のベストな位置で着れたりもするので、そこもすごいありがたいです。こちらお値段が999円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ダブルストラップキャミソール、カラーがブラウンの、サイズが M サイズでございます。これもリブ素材のシンプルなキャミソールになってて、名前の通りこんな感じでストラップ部分が2本に分かれているので、さっきのキャミよりもデザインが加わったキャミソールになってます。こっちはね、ちょっとパッドがついていないので、ヌーブラーだったりとか、ベアトップ、肩紐のない下着とかをつけて着てあげるのがいいと思います。さっきみたいにシンプルなキャミソールが好きっていう方も多いと思います。すごい楽だし、使えるからこそそれをずっと着てしまったりとかっていうのもあると思うので、ちょっと雰囲気を変えたいなっていう方とかは、こういったダブルストラップのキャミソールとかを一つ持っておくと、このデザインがまた違った雰囲気を出してくれると思うので、マンネリ化とかも防げるんじゃないかなと思います。で、こちらも安定に2色買いをしております。またまたブラックですね。こういったキャミ私もいくつか持ってるんですけど、でもやっぱ持っててもちょっと形が違うだけで全然印象が違って見えたりとか、こういうアイテムはいくら持っておいても私は使えると思ってるので、いろんなデザインのいろんなカラーで集めたくなっちゃうんですね。すごい柔らかい素材で肌触りも良くって、でもしっかりとした生地でもあるし、ちゃんと伸縮性もあるので、とっても着心地もいいキャミソールでございます。こちらもお値段は999円でございます。続きまして、じゃん、こちらでございます。スクエアネックケーブラーミニットキャミソール、カラーがブラックで、サイズがフリーサイズになっております。サマーニット素材のキャミソールなので、全然夏でも着れるってやつなんですけど、このビッシュね、私すごいいいなって思ったポイントが、結構肩紐の部分が短いんですよね。大体こういうビッシュとかって結構肩紐が長かったりとか、こういうニット素材のものとかだと、まあ、調節できないものが多いので、かがんだ時とかにお胸が心配だったりとかっていうことも多いと思うんですけど、これ結構胸元が詰まってるというか、外からすごい守ってくれてる感が、安心感がすごい強くていいなって思いました。でもデザインはスクエアっぽい感じになってるので、ちゃんとこうデコルテを綺麗に見せてくれるし、このトップスはキャミソールとか着てみたいけど胸元開きすぎてるやつとかだとソワソワしちゃうなっていう方とかにすごくおすすめしたいなって思います。こちらのお値段が1299円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。今回本当にタンクトップやらキャミソールやらが結構多いので、まだまだあったりもするんですけれど、まずこのタンクトップですね。ハイネックテレコのスリーブトップス、カラーがこれがオフホワイトで、サイズが L サイズになっております。これめちゃくちゃ生地が気持ちいいです。すっごい伸縮性もあって、こう分かりますか、とても着やすかったし、タンクトップって結構メンズっぽさが出やすいアイテムだと思うので、普段あまりそういう格好をしない方とかだとちょっとやっぱ抵抗があるのかなっていう風に思うんですけど、そういう方におすすめしたいですね。この首元がちょっと詰まってることで一気に女性らしさが出ると思うんですよ。私的に結構胸元が開いてる U ネックのタンクトップとかだとちょっとこう男らしい感じが出ちゃいがちかなっていう風にも思うんですけど、でもこう首元が詰まってることで一気にちょっとこう綺麗めな感じ
じに見えるっていうか、すごいこれ体にもフィットしてくれて、シルエットも綺麗だったので、ボディラインとかもすごく綺麗に見えるなと私は思いました。ホワイトっていうので若干透け感はやっぱりどうしても出てきちゃうかなっていう風には思います。ただこのトップス、後ろはねこれ1枚っていうかこんな感じ普通なんですけど、前だけ生地がね二重になってます。どうしてもこういうピタッとしたトップスとかって下着が響いてきちゃうと思うんですけど、それもこの二重になってることで響きにくいかなっていう風にも思ったので、そこもいいなって思いました。でこちらもですね、またまた2色購入しております。またホワイトとブラックなんですけれど、私本当にモノトーンしか買ってないんじゃないかっていうレベルでホワイトとブラックが多いんですけど、結局モノトーンが私は一番着るのでこの2色にしました。こちらの値段が999円でございます。ということで続きましてまして、じゃじゃん、こちらでございます。ノースリーブカットトップス、カラーがブラックでサイズが L サイズになっております。さっきのタンクトップは結構ピタッとしたシルエットだったんですけど、こっちはさっきよりはゆったりとした感じのシルエットのタンクトップです。素材もこっちは綿素材なので、よりカジュアルな雰囲気が出るタンクトップになっております。これもちょっと首元は詰まり気味かな、どちらかというと何かバッと開いてるわけじゃないので、すごく着やすいシンプルなタンクトップです。でこれもですね、またまた2色買いしております。オフホワイトですね。これもホワイトなので若干透け感はあるので、まあ、下着とかはあんまり色のないもの、カラーものじゃないものの方がいいかなとは思います。こちらのお値段が899円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。また同じタンクトップって思った方いると思うんですけど、これがフレンチスリーブ T シャツでございます。カラーがオフホワイトでサイズはフリーサイズになっております。さっきのタンクトップは結構肩ギリギリ、肩幅ちょうどぐらいの袖の長さだったんですけど、こっちはまあフレンチスリーブということでちょっと長めになってます。なのでこう一番気になるところカバーできたりとかするので、結構細見えするようなデザインのトップスですね。168センチでもお尻は結構隠れるので、お尻のカバーとかもできるトップスです。でこちらもまたまた安定にブラックも購入しております。今年の夏はこれで困りません、本当に私はこちらのお値段がですね1099円でございます。では続きまして、じゃん、こちらまたタンクトップ買い。こちらが USA コットン袖ロールアップ T シャツ、カラーがブラックでサイズはフリーサイズになっております。シルエット的にはこれもタンクトップに近いかな。この袖の部分がこれロールアップになってるんですね。縫い付けてあるんですけど、このロールアップしてるデザインって結構おしゃれに見えるんですよ。慣れ感が出るというか、簡単におしゃれに見えるのですごいね可愛いんですけど、タンクトップよりもちょっと長めな丈感になってるので、どちらかというと体型カバーがしやすいアイテムかな。さっきのフレンチスリーブは丸みを帯びるような感じのデザインなんですけど、これは割とカクカクとしたデザインになってるので、より肩幅が気になりにくいかなっていうのは思いました。こちらが899円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。バックリボンフレンチスリーブトップス、カラーがベージュのサイズが M サイズでございます。この後ろがねカットアウトになってまして、ここがちょっと開くんですよね、背中の部分が。これがねすごい可愛いです。開き具合はこのリボンで調節できると思うので、もっと締めたいっていう方はもっとギュッてやって着てもいいと思います。これ素材がすごい良くて、なんかねタオルっぽいって言えばいいのかな、結構透け感の強いアイテムなんですけど、本当にもうサラーっと着れる素材でめちゃくちゃ涼しそう。これにデニム履いてビーサン履いて麦わらっぽい帽子かぶったりとかして着ても可愛いかなっていう風に思います。こちらのお値段が999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。バックレースアップニットビスチェ、カラーがアイボリーでサイズがフリーサイズになっております。一応アイボリーなんですけど、私はベージュに近いなって思いました。ビスチェなので普通にインナー T シャツとか着ても可愛いと思うんですけど、これ1枚でもねすごい可愛かったです。やっぱりこのレースアップバッグのこのデザイン、これ1枚で着た時はお肌がチラッと見えるので、そこもねすごい女性らしくて可愛いなって思いました。あと丈感がね私は結構気に入りました。結構短めなのでお腹は見えるんですけど、お腹の一番細いところ、このキュッとウエストのくびれてるところを見せてくれるので、細見え効果がすごいなって思いました。こちらのお値段が1799円でございます。じゃあまだまだあります。続きまして、じゃん、
ん、こちらタイダイ柄プリント T シャツ、カラーがグレーでサイズはフリーサイズになっております。この T シャツ生地がねめちゃくちゃしっかりしてます。結構 T シャツにしては重みのある感じで、すごい張りがある、腰があるっていうのかな、型崩れとかすごいしにくそうな素材になってます。結構これオーバーサイズの T シャツなのでゆったりと着れる感じですね。柄 T とかって本当に使えるんですよね。いつもなんかシンプルな洋服ばっかりになっちゃうっていう方とかにも、こういった落ち着いたトーンの柄 T とかだったら着やすいんじゃないかなって思います。こちらのお値段が1099円でございます。では続きまして、じゃん、こちらでございます。彩色ステッチ T シャツ、カラーがホワイトでサイズはフリーサイズになっております。こんな感じでステッチが施されてるんですよ。ちょっとこういったデザインの入ってるでもシンプルな T シャツっていうのもすごく使えるので、この T シャツ私結構推しですね。これも結構オーバーサイズになってますかね。サイドにはスリットも入っております。こちらが1299円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちら花柄ペイントプリント半袖シャツ、カラーがオフホワイトでサイズはフリーサイズになっております。ちょっと珍しい感じですかね。結構私柄シャツも好きなんですけど、なんか柄シャツって一回着ちゃうとインパクトが強いっていうか、なかなかこう着回しとかもしにくいアイテムではあるかなっていう風に思うので、だったらプチプラでお安くゲットしてもいいのかなって思って今回買ってみました。柄シャツの中でも控えめっていうか着やすい感じの柄なので、柄シャツ着てみたいけどちょっと抵抗あるなっていう方とかでも挑戦しやすいんじゃないかなって思います。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらフロントアシンメトリースリットトップス、カラーがオフホワイトのサイズはフリーサイズになってます。すごいねこれ、大きい T シャツなのでちょっと低身長の方とかだと大きすぎちゃうかもしれないなっていうのは思いました。前の部分がこうチラッとスリットになってて、それがね可愛いんですよ。デザイン性があって、ちょうど真ん中がちょっと開いてて、サイドが長くなってるので足元とかもうまく隠れてくれたりとかもするので、スタイルアップもできそうだなって思います。こちらの値段が1099円でございます。はい、では続きまして、じゃじゃん、こちらタット入りバッククロスキャミソール×ショートパンツワッフルセットアップ、カラーがブラックでサイズが L サイズを購入しました。私はこれはね部屋着として着たいなと思って頼んでみたんですけど、まずこのトップスパッドがついてるのでそこがねやっぱありがたい。あとこれ後ろのデザインもクロスになってるので背中もすごい綺麗に見えるんですよね。もちろん部屋着としてじゃなくて普通にトップスとしても着れるので、ボトムス変えてお出かけとして着たりもできるかなと思います。パンツは結構ミニサイズな感じ、ピタッとするような感じのパンツなんですけど、お部屋にいる時とかだったらこういう感じのパンツってすごい楽だし、素材もワッフル素材なので涼しげでもあるし夏にぴったりかなと思います。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらガーゼワッシャールーズシャツ×ショートパンツセットアップ、カラーがアイボリーでサイズは M サイズを購入しました。あ、そうこれね、私もね今これ着てます。実際に色違いブラックです。こっちがこれはねめちゃくちゃ着心地がいいです。名前にもあるんですけどガーゼ素材なので赤ちゃんに着せるような感じのすごい柔らかいセットアップなので本当にもう快適冷房をつけすぎちゃってちょっと肌寒いなっていう時とか、長袖なのでそういう時とかにもすごくいいんですよ。さらっと着れるのでめちゃくちゃいいです。パンツなんですけどちょっと長めなショートパンツになってるので、今日はちょっとゆったりしたいなっていう気分の時とかはすごくいいんじゃないかなと思います。ウエストもゴムになってきてポケットもねこれついてます、両方に。こちらのお値段が2399円でございます。はい、では続きまして、じゃん、こちらでございます。ズブラ柄キャミワンピース×ブラウスセット、カラーがオフホワイト×ベージュのサイズが M サイズでございます。来ました、ズブラ柄でございます。ブラウン系な感じのズブラ柄になっております。でブラウスもついてるんですけど、パフスリーブになっててズブラ柄でちょっと強めかと思いきや、シルエットとかはすごい可愛らしい感じのセットになっております。このワンピースも肩の部分が紐になってるので長さの調節とかもできたりするので、まあ、いろんな身長の方に着やすいかなっていうのも思いました。素材的にはちょっとシャカシャカとした感じというか、裏地もちゃんとついてるので透ける心配もないかなっていうふうに思います。このブラウスなんですけど、こっちはね結構シースルーというか割と透け感が目立
立つような感じのトップスになっているので、中はなんかキャミソールとか見えてもいいようなものを着てあげた方が安心かなっていうのは思います。こちらのお値段が1799円でございます。じゃあ続きまして、じゃじゃん、こちらすごいですよね。これね、メッシュノースリーブワンピース、カラーがブラックの、サイズがフリーサイズになっております。これ1個だけでね、さすがに着ることはもちろんないですよ。中にトップスとボトムスを着てとか、ワンピース着てとかいう風に、その上からレイヤードするタイプのアイテムですね。今回もタンクトップとボトムスで合わせたんですけど、中をワントーンにしたりとか、シンプルなお洋服にしちゃえば上から着るだけで一気にコーデのおしゃれ度がアップすると思うので、これ意外と私は使いそうだなって思ってます。こちらのお値段が2299円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらコットンリネン込みキャミサロペットになっております。これがカラーがブラックで、サイズはフリーサイズになってます。このサロペットもすごい可愛いですね。素材はやっぱリネンっていうことなので、すごい夏にぴったりだなって思います。ちゃんとストラップもこう調節ができるので、いろんな身長の方でも着やすいかなっていうのも思いました。私168で結構長めにしてますね。紐はすごいなんかこうゆったりと着れる感じですね。でもシルエットがすごい綺麗なので、着太りして見えないっていうか。でね、これも2色買ってて、実はこっちがアイボリーになっております。ブラックもブラックで可愛いんですけど、やっぱアイボリーはよりこのリネンっていうのがすごい分かりやすかったりとかもするし、リネンって言ったらこのカラーでしょみたいなところあると思うので、ちょっとこのベージュがかったっていうか、アイボリーなのでホワイトのトップスとか合わせても色のコントラストができたりとかもするので、コーディネートも組みやすいんじゃないかなと思います。ちなみにブラックの方にはついてないんですけど、アイボリーの方には裏地がちゃんとついてます。下着が透ける心配とかっていうのもないかなと思います。こちらのお値段が1899円でございます。続きまして、じゃん、こちらでございます。センタープレスストレートパンツ、カラーがチャコールの、サイズが S サイズになっております。やっぱり私、まあ、見てわかるようにブラックとかホワイトとかモノトーンなものが多いんですけど、モノトーンすぎてもっていう部分が若干あって、そういう時に使えるのってやっぱこういうチャコールとかグレーなんですよね。ちょっとこうブラックとはまた印象の違った感じになるので、より柔らかくなったりとかもするんですけど、グレーで見つけたので頼んでみました。センタープレスも入ってるので、そこでも足がスラッと見えるのでスタイルアップもできるかなって思います。ちなみにこれはストレッチは効いてないので、サイズはちょっとゆとりがあった方がいいんじゃないかなとは思います。こちらも2色買ってまして、もう1色がブホワイト、これも真っ白っていう感じじゃないので、白 T とかにも合わせやすくて、肌なじみもより良くなって着やすいかなっていう風に思います。オールホワイトコーデとかでもね、絶対可愛いと思うんですけど、このパンツもホワイトの方は裏地がちゃんとついてたので、下着とかも透ける心配は少ないかなと思います。こちらのお値段が1799円でございます。ではでは続きまして、じゃじゃん、こちらツイルワイドショートパンツ、カラーがオフホワイトの、サイズは M サイズを購入しました。なんていうのかな、こういう丈ちょっとまた下長めのパンツっていうのが結構最近トレンドになってきていて、普通のショートパンツとかに比べるとより少年っぽさが出やすいかなっていう、なんかちょっとこう万博感が出やすいアイテムだと思うんですけど、これねシルエットがすごい綺麗で、なんか私ヒップ周りが結構でかくって、大体のパンツがウエストに合わせたらお尻がすごいきつくなるし、お尻に合わせたらウエストがブカブカになるしっていうので難しいんですよね、パンツ選び。でもこのパンツはゴムが入ってるっていうのもあるんですけど、ウエストは結構キュッとなってるんですけど、ヒップのあたりはゆとりがあったりとかしたので、そこもすごく気に入りました。ホワイトっていうので夏はすごく使えると思います。こちらが1399円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。フリルテレコインナーショートパンツ、カラーがオフベージュで、サイズが L サイズを購入しました。インナーなんですけど、肌なじみがいいからのこういうパンツってめちゃくちゃ使えるんですよ。例えばね、さっきも何回か出てきたと思うんですけど、透け感が気になっちゃうアイテム、ホワイトのパンツだったりとか、裏地がついてたりとかしたら全然大丈夫だと思うんですけど、ペチコート的なインナーパンツとかを持っておくとすごくそういう時に便利で、一つ持っておいてもいいと思います。他にも種類何個かあったので、ぜひ皆さん自分のお好きなもの
も見てみてください。こちらのお値段が999円でございます。はい、では続きまして、じゃじゃじゃん、こちらデニムショートサロペットでカラーがブラックの、サイズが M サイズになっております。ショートパンツのサロペットって可愛いですよね。なんか最近なんか欲しいなって思ったアイテムだったので、クレールで見つけて、あ、これいいじゃんと思って頼んでみたんですけど、結構素材もしっかりしているし、着た感じのシルエットもねすごく良かったです。でも今回私 M サイズにしたんですけど、168だと結構ギリギリかなっていうのは思いました。一応調節できるようになってるんですけど、私も一番長くしてちょうどいい、ちょっと短いかなっていうふうにも思うんですけど、デニムのカラーの感じも真っ黒っていう感じじゃないので、抜け感が出たりとかもするし、ここがまた可愛いなって思います。こちらのお値段が2099円でございます。はい、ということで今ので洋服は以上になります。じゃあ続いて小物いきますか。まずはじゃじゃん、こちらでございます。スクエアトゥデザインヒールサンダルのカラーがブラックのサイズが25センチを購入しました。これですね、このヒールの部分がめちゃくちゃ可愛くて、底の部分がちょっとデザインが変わっていて、これめちゃくちゃ可愛いなと思ってゲットしてみました。このつま先の部分もスクエアトゥになってて、このデザインもすごく可愛いですよね。ここの生地も若干光沢のある感じになっていて、結構上品な女性らしい感じのヒールになっております。ヒールこれ結構高めなんですよね。どんぐらいあるんだろう、10センチぐらいあるのかな。でもこの底の部分にすごく安定感があるので歩きやすかったです。こちらのお値段が1699円でございます。続きまして、じゃじゃん、こちらクエアトゥトングサンダル、カラーがオフホワイトでサイズが 24.5 センチです。私普段25センチ履いてるんですけど、グレーのシューズだいたい 24.5 まではあるんですけど、25センチあるやつもたまにあるっていう感じなので、25センチあったら25センチを買うんですけど、まあ、こういうサンダルとかは 24.5 ちょっとちっちゃめでも可愛いのでいいかなと思って 24.5 買ってみたんですけど、全然大丈夫でした。サンダルってちょっとかかとが出るぐらいの方が綺麗っていうのをね、前おばあちゃんに聞いたこともあるので、割とワンサイズぐらいちっちゃくてもいいのかなっていうふうにも思ってるんですけれども、こちら B さんのデザインなんですけど、これもねヒールがついてるんですよね。鼻緒の部分も結構素材柔らかいので、割と履き心地は良さそうな感じがしてます。こちらの値段も1699円です。はい、というわけで続きまして、じゃーん、こちらでございます。スクエアレザーバッグでカラーがブラックのサイズはフリーサイズですね。上品な感じで結構大人っぽい感じだと思います。 A4 サイズがぴったり入るぐらいの大きさかな。あまり私普段こういう大きめのバッグ持たなくって、なのでこういう大容量のバッグ全然持ってなかったので、ちょっと欲しいなと思ってたんですよね。レザーっていうのでしっかりした感じもありつつ、持ち手の部分も結構こんな感じで長いので肩からかけれるんですよね。中はこんな感じで内ポケットが1個ついてますね。形がもうこのままでしっかりしてる形なので、出し入れとかもしやすいし、私だったらパソコンとか持ち歩く時もいいかなっていう風にも思ってます。こちらのお値段が1599円でございます。ではいよいよ続いててラストになります。ラストがじゃーん、こちらツーウェイキャンバストートバッグ、カラーがベージュでサイズはフリーサイズになります。ツーウェイっていうことでこう普通に手で持つこともできるし、短めなんですけどショルダーもついてるので肩からかけることもできます。これ中がすごくて、これも形そのままでしっかりしてるのですごい収納とかもしやすいし、で柔らかい素材なので出し入れもしやすいんですけど、内ポケットがねここにまず1個ついてます。こっちにも細かいポケットが2つついてるんですよ。収納の面もすごいいいし、パッチンってボタンができるのでそこもいいなって思ったし、あそこも私16インチ使ってるんですけど、それもね入るのであそこ持ち歩きたい時とかもすごく使えそうだなと思います。結構大人っぽくて高見えもしますよね、このデザイン。こちらのお値段が1699円でございます。はい、ということで以上が今回の主に夏服ですねのグレイル購入品5万円分でございました。いかがでしたでしょうか。夏服っていうこともあって全体的に価格がお休みなので、今回もね大量にあったかと思うんですが、皆さん大丈夫ですかね、疲れてないですかね。ちなみに私は結構しゃべり疲れました結構グレールの購入品紹介毎回好評だったので、今回も夏バージョンということでやってみましたが、どうしても私はモノトーンが好きなので結構モノトーンばっかりになってしまうんですけど、逆に私もモノトーン好きっていう方がいれば参考になったら嬉しいなと思います。概要欄にもね URL 貼っておこう
うと思うので、そちらからもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。